皆さん、こんにちは。私ども SKTV、全知的日本支店を訪問していただいて、ありがとうございます。今回の映像は、韓国人はなぜ日本製品の不買運動をしているのかという、テーマです。ノージャパン、買いません、行きませんの旗印のもと、7月初め、日本製品の不買運動を開始してから、約100日も遥かに超えました。過去にも日本製品の不買運動は何度か行ったことがありますが、大部分短期間の形式的なパフォーマンスで終わりました。今回は非常に体系的で持続的に、そして広範囲に進められるのが、過去と大きく違うようです。韓国に関心を持っている方の中で知りたく思う方もいると思いますので、韓国人の一人として私個人の意見を述べてみたいと思います。皆さんが韓国と日本の状況をもう少し詳しく理解するのに役に立ちましたらと思います。まず、不買運動の直接的なきっかけは、韓国の輸出産業に最も致命的で重要な、半導体とディスプレイ関連素材に対する、日本の輸出規制です。日本政府は輸出規制の理由を、安保上の理由のためと発表したが、多くの韓国人は、輸出規制の本当の理由は、2018年10月30日、韓国最高裁の日程強制徴用工、4人に対する賠償判決がその直接の理由だと理解しています。この訴訟は2005年2月に始まったが、様々な政治、外交的な状況の変化などによって、2018年10月、最高裁判所の最終判決が下されました。しかし最終判決日の基準ではすでに訴訟の原告4人のうち3人はすでに個人となっており、ただ1人が生存した状態です。2012年その日本企業はその訴訟と関連して韓国の最高裁の判決を従うという意向を明らかにしていたが、以降1965年の韓日基本条約によって賠償問題が解決されたという立場に変えたが、これは、日本政府の指針によると思われます。日本政府は植民地時代にあった韓国に対するすべての責任は、1965年に結んだ韓日基本条約締結により解決されたために、韓国最高裁の判決は認められない、したがって韓国政府はこの判決を原状回復をさせなければならないとの、強い要求を続けています。これに対して韓国政府は、大韓民国は三権分立の国であり、行政府が司法の判決に対して干渉することは不可で、個人の個別企業に対する訴訟は、1965年の韓日基本条約とは関係がなく、これは国際的にも認められていると反論をしているようです。韓国政府が続けて日本政府の要求を受け入れる見通しがないことから、この6月末、韓国政府を力で屈服させるために日本政府は基礎科学分野で優位を占めていることを利用し、韓国の先端輸出産業に致命に関わる素材の輸出規制をしました。これは韓国国民に対し、16世紀末、20世紀初頭の日本からの侵略を想起させただけではなく、21世紀日本の経済侵略とみなすようになりました。特に日本の安倍政権が外交的事案を経済報復にフレーム転換したことは、韓国国民を怒らせました。これに、一部のネチズンを中心に自発的にノージャパンの標語を作り、日本製品不買運動そして日本旅行禁止運動を展開する途端に各種 SNS を通じて、しばたく間にほとんど全国民に広がっていくようになりました。今回の日本製品の不買運動の過程で多くの韓国の人々は、韓国が1965年外交関係樹立後、日本との貿易で一度も貿易収支黒字を記録したことがないということを新しく認識するようになりました。それだけではなく、韓国で日本の製品が韓国人の生活の中に深く染み込んだ反面、韓国の製品は世界市場ではすごい販売を記録している自動車、家電、そしてスマートフォンなどの韓国の完成品さえも日本人が購買を徹底的に忌避するという事実も新たにわかるようになりました。極端な例は自動車ですが、韓国の自動車はアメリカ、ヨーロッパなどでかなり多い販売を記録しているが、
日本では昨年、やっと5台の韓国車のみ販売ができ、一方、日本の車は韓国市場でほぼ5万台が売れたそうです。また、世界でアップルの iPhone と共にトップを走っている三星電子のスマートフォンも、日本市場では三星電子のロゴを抜き取らないと販売できないほど、韓国嫌悪活動が深刻なレベルまで至っていることも耳にするようになりました。このような現象は韓国人たちに日本製品に対する認識の変化を与えたと思います。今回の日本製品不買運動はこれから韓非韓の外交的な対話によっても影響を受けますが、新しい韓国人の認識の変化によって、過去とは違って長期間そして持続的に続くかもしれないと思われるところです。韓日韓の一番大きな問題点はまさに過去の歴史認識の違いで、特に19世紀後半から20世紀半ばまであった。歴史的事実について韓国と日本は、互いに正反対に解釈しているのが現実です。これは韓日韓の外交関係に致命的に作用し、特に韓国の民族史観に立脚した歴史を立て直そうとする韓国の進歩勢力が政権を握った時、さらに深刻になってきました。このような歴史に対する根深い認識の差は、韓国と日本の現在の世代が解決しなければ韓国と日本の未来の世代も今と同じ道を歩まざるを得ない残念な状況です。韓国と日本が昔から近くて遠い国と呼ばれている根本的な理由も、まさに歴史認識の違いだと思います。とにかく今は1965年の韓日国交正常化以来最悪の状態だが、1日も早く韓非関係が正常化することを祈りながら今回の映像を終わります。映像が良かったら購読といいねをお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。